指せロボワンプロジェクト。分かんないことというか、はい、今のを聞いてると、はい、種子島慎さんは全然勝てない子なんですね。そうです、その通りです。あら、はい、実はそうなんです。そうだ、じゃあどうしようかっていうふうになりますね、うん、はい、種子島慎さんを改造してみましょう。おお、種子島慎さんにして種子島慎さんにあらず。なんだってこの際だからその雰囲気だけは残しつつ、よかった、はい、あのキュートさがね、やっぱり、ね、勝てるロボット的な、うん、ほにゃらら、おー、行こうと改造しましょう。その1いきますよ、はい、胴体はどんな形がいいのかっていうのを考えていきます、はい、今までのこう流れからして、はい、どういうふうな形にすればいいのか、うんうん、でその2、足の構造どうしていけばいいのか、うんうん、そして3、腕の構造をどうするか、うん、これを考えていきます、はい、そして新しい機体、これです。え、もうある程度は、ある程度はどうなっちゃうの。あそしてからのめちゃまあ分かるんですけど、全然ちょっと大変しちゃった。白黒じゃないですか、もう完全に比較してみると、まあ現行機と改造機と意外と違うところが、先生正直あります。正直すごくかっこ悪いです、うん、丸いお腹が可愛いよね。そうですね、そうですね、まあ、これちょっと具体的にこのどう違うかっていうのを言っていきますので、はい、うん、そうですね、はい、そこスペックですね、はい、うわ、はい、視力検査みたいな現行機と改良機で、はい、身長が40センチ、現行40センチなんですが、はい、これは50センチぐらい、あ、多分もうちょっと高くはなると思いますが、今は50センチぐらい細くします。で、体重は今まで 1.3 キロでした、うん、これが、めっちゃ重くなります。3キロです。結構な子になりますよ、ね、重くなります、うん、重くすれば、攻撃が効かなかったり、安定する、攻撃した時に自分が動いたりしなかったり、強い。でそれからモーターのトルク、トルクね、そう、かなり重要です。ここはトルク重要です、はい、力加減ですね、はい、今までは 7.1 キログラムフォースセンチメートル、トルクのその単位ですね。そうですよ、はい、あ、そうですよね、はい、キログラムフォースセンチメートルってどういう単位か分かりますか。知ってこのワンパンチに対するパワーの圧力みたいな雰囲気の、まあ、力の加減にね、ニュアンの、だいたい10センチの、まあ、モーターに10センチの棒をつけたとしたときに、だいたいこれで、0.7 キロぐらいの重いものが持てると、まあ、簡単に言っちゃえばですね、こんな感じでこういうのを力 の, あの単位として使っています、うんうんうん、でこれが改良機になると80キロ、10倍以上になります。7.1 だったのが82ですか。めちゃくちゃ強い。10倍にします。これは一部ですけど、ダブルサーボというモーターを2つ使って力をめちゃ強い、ダブルサーボこれが結構重要になってきます。重要ですね、はい、でモーターの数も、19個、今19個あるんですけど、それをちょっと増やして20個にします。でそれから、モーターの種類、これは、まあ、モーターの、その、まあ、名前なんですけど、今までは、双葉電子工業製の RS301CR というのを使ってたんですが、それは、まあ、トルクの強いやつにします、RS406CB と、KRS401 ハイボルテージ、ハイボルテージ、ハイボルテージですね。この2種類を使っています。で手の長さも、これも結構重要です。手の長さも今まで 14.3 センチ、結構まあ短いですね。そうですね、でそれを26センチまで拡張します。おお、ちょうどこんぐらいだったんですよ今まで。なるほど、そう、その大きさだったのがもうちょっと8センチぐらい伸びます。ほう、はい、おー、うん、だいぶハンサムにねえスタイル良くなっちゃうんじゃないかしら、ね、で、ジャイロセンサー、今まではなかったんですが、はい、ジャイロセンサー必要です。重要です、いります。絶対いります。ジャイロセンサー確認します一回三色あの一応あの認識の違いみたいなあるとね、やっぱちょっとね、でも、ね、あの
中川先生の言ってるジャイロセンサーってどのジャイロセンサーですか？種子マシンさんあのアニメゲームの中でも出てますけど、ね、出てますね、はい、あの実はこう傾きを検知する、はい、センサーです。でどれぐらい傾いたかっていうのを検知してそれを補正して元に戻そうとする制御を入れます。そのためにはそのセンサーがつけるので、これなっけならないやつですね。これは安定化のために絶対必要です、うんうん、だいぶ変わるね、うんうん。で実際ちょっと細かく言ってきますけど、はい、まあ、サーボモーターも、今さっきのスペックの 7.1 から具体的には、28キロと41キログラム4センチメートルというモーターを使っていきます。でそれをまあ12個と8個とずつ使っていく。で、サーボのコントローラーですね、モーター自体だと動かないのでそれをコントロールするための、制御ボードが必要です。これも、種類を変えてちょっとあの細かい動きとかいろいろ制御ができるものに、変えていきます。はい、RP11 というのを今まで使っていた、これはもう製品名ですね、うんうん、これは RCB3 ハイボルテージというハイボルテージ、はい、そういうもので使っていきます。はい、それから保温ですね、そのモーターといわゆるその腕のフレームとかを接続する力を伝達する、はい、きれいに伝達する部分を今まで樹脂だったのを、はい、金属に変えます。うん、これであのパワーを強いパワーを入れても、しっかり伝達するのができるので金属に合わせてます。なるほど。それから、無線機、無線機ですが、はい、今までコントローラーがなんかゲームパッドみたいな。あ、そうでした、そうでした。あれはそのままちょっと変えないので、まあ、多分インターフェースとすごい使いやすいので、うんうんうん、そのまま使っていただきます。はい、で、足の構成はもう変わらずですね。直動式のやつでシンプルにいこうかと。シンプルイザベースです。なるほど、はい、あと腰の四軸、今さっき2つ追加するって言いますけど、はい、ここの動きを追加します。おこれを追加すると何がいいかっていう と、起き上がりがスムーズになったり、あと攻撃するときのバリエーションが増えます。お例えば前パンチもこういう風にできます。強そう、これだったのがこうだもんね。そうそうそう、ね、強い、はい、あと素材ですね、アルミフレームのやつもやっぱ体重も大きくなりますしパワーも増えてくるんで、それにがっしり作り込まなきゃいけないのでアルミの厚みを変えて防水を高めていきます。ぐにゃぐにゃ動きをしなずでこうしっかり動くことができると。それから、足裏の素材ですね、足の裏、はい、これもアルミだったのをちょっとあの動かして実際動かしてみてそれは決めていこうかと思うんですけど、木材にしたり軽くしてやっぱ足先が軽いと動きも俊敏になってくるので、できるだけ手先足先は軽くしようかと、うんうん、いうちょっと変えていこうかな。まずちょっとこれ計画です、はい。で、バッテリーの位置は、まあ、変わらず胴体の中に入れていくと、うんうんうん、でそれからバッテリー、これハイパワーのものに変えます。今までは 7.4V という、ボルテージだったのを 1.5 倍ぐらい、ちょっと強めのバッテリーの電圧ですけど、すごいハイパワーで動かせると変えます。力強そう、はい、力強いあの、うんうん、あのバッテリーを使っていきます。それから、手先の形状、今まで拳でしたよね、うん、そうでした。これ拳だとちょっと当たるポイントがやっぱ狭いんで、なかなか当たらないし、当たってもなかなかこうずれちゃったりするとこう有効な攻撃にならない。それの手先を種子マシンさんの改良機では変えていきます。例えばこう当たる面積を増やすために扇状にしたり、もしくは掴みですね、掴んだりとかをちょっと検討しています。どっちがいいの。でこの今さっき見せた改造機、これ具体的にはこういう風な、例えば腕とかも実は長くなってる、長い射程距離になったりしますし、肩もダブルサーボ、今さっき言った80キロの部分で横を攻撃した時に相手を吹っ飛ばすぐらいのパワーを持たせる。すごい。それから、腰付きに、腰にジャイロ、傾きセンサーですね、うんうん、これであの不安定なところもちゃんと補正して、それ楽しみですね、ねそれから、足にカバーをつけようかと思います、うん、足にカバー、具体的にはその相手の攻撃とかで足に攻撃されて掴まれたりすることが多いんですね、うん、あなんか引っ掛けるやつ、そう引っ掛けられたりとかで倒されちゃうことがあるんで、うん、足にちょっとシールドをつけようかと、うん、かっちょいい。それから、大きな足裏、うん、これは重要です。足の大きい足裏で倒れにくくすると、うん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 、で主なそのプランなんですが、うん、こういう流れにしようと思います。まず今さっき見せた、ベース機体を作っていこうかと。まずそのベース機体をもとに足部の強化、うん、それから次、運動ができると攻撃力を
どんなものか攻撃モーションとかを作っていくことで腕部の強化を行っていくことです。手先扇状にするのかそれともつかみ状にするのかをちょっとここら辺で具体的にこう実際試してみて決めていきます。それから機体がハードウェアが決まったらプログラムですね、動きをどんどん洗練させて、どんどんやっていくと。でこれが終わったら操縦強化です。どんどん操縦をしてもらってもう感覚で心眼ですよ、もう心眼でできるぐらいの我々かこれ、はい、これね、うん、そしてこれでロボワンを優勝を目指す。優勝やったー、優勝のプログラムに入ってるっていうのも素晴らしい、いいプランです。でまあその1ではベース機体をついて、これはもうステップアップですね、モーターを強いものに変えていくというのは単純なものをやっていきます。これでモーター増やし、まあ、重くして効かないようにもしくは攻撃しても、相手が吹っ飛ばせるようなぐらいの重さにしよう、でシールドを設置すると。第2、その2、足部の強化、まあ、もう一度あの動きですね、どういうふうにあの動くかっていう、あの移動するかというんですね、まあ、足先を軽くする、あの足裏とかを木材にして、まあ軽足先手先を軽くしたりというのをちょっとここでどんどん詰めていこうかと、で、足裏を広くしていくというものがあります。で滑り台で攻撃を緩和する、スーッと滑るようなものをつけて、で次移動系ができたら次は攻撃です。機動力と次は攻撃です、攻撃力として、まあ、手先を軽くして、あのまあジャブとかの素早い攻撃ができるようにする、でそれから射程距離を長く、どれぐらいの距離がいいのかっていうのもやっぱあるのでそこもあの詰めていこうかと思います。で攻撃時のパワーをまあ増やしていくと、でそのようもう形ができていたらもうあとは移動系の動作をどんどん作っていく、動きの種類を必殺技を何種類か持ったりとか、そういうのを、センサーによる姿勢制御とかもここでどんどん詰めてきれいに制御できるようにしていこうと思います、はい、あとは電子アルダミですよね、はい、私たちかこれだよ。なるほど、もう考えないでもできるぐらい、そうです、考えずに動かす、自分の体のように、そうです、自分の手足の延長として扱えるぐらいに練習する。なるほど、これで講義は以上です。なるほど、でもここまで改造したらね、もうね一体化、私たちと一体化しそうな気がしてきますね、本当に自分の子供みたいになってきますよ ね、そうですね、一心同体になって、で優勝ですよ、やれそうな気がしてきましたよ、ありがとうございます。ありがとうございました。これから頑張っていきましょう、はい、お願いします。お願いします。すごい頭良くなったよ。いやー完全に理解しました。完全に理解しました。完全に理解しました。基本的なことからね。いやこれはもう本当にロボ部にふさわしいね。本当ね、まずこれをやらなきゃいけなかった、私たちはね、大事なことでした。大事なことでした。大事なことでした。というわけで、中川さんありがとうございました。ありがとうございました。これ私たちも次の大会では優勝間違いなしなんじゃないでしょうか。そうですね、知識もあるし、あとはまたね練習すればもうこれは優勝間違いなしすぎますよ、なしすぎますよ、頑張っていきたいと思います、というわけで、本格的に始まりました、南條佳乃と徳井空の、そんなタイトルがついていたんです、そうなんです、ロボワン制覇への道、種子マシンさんも、今後どうなっていくのか、そうですよね、改造がどうとかって言ってましたけど、どうなっていくのかしら、どんな姿になっていくのかも、楽しみですね、楽しみにしていてほしいなと思います、そしてアニメロボティクスノーツも絶賛放送中ですので、ぜひぜひこちらも、見て楽しんでいただきたいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、頑張っていきましょう。頑張りましょう。よっ